今回紹介するお話は親知らず子知らずです。皆さんご存知のように親知らずは天下の難所と言われているほど、あそこの波間の道を行くのは大変なことだったんですよね。天気のいい日は波が静かですのでいいんですけど、一旦波が荒れて風が吹いて雨が吹いたりすると波は大暴れ。そんな時はどうしても急がなきゃいけない時には岩から岩へと走り込んだんですね。で、走り込んだところに岩の穴があって、さて、ああここまで来たわいって言いながら次の波が引いていくのを見ながらまた海の道を走ったということを言われています。とても天下の難所で、たくさんの人が亡くなったとも言われています。親知らず子知らずを聞いてください。親知らず子知らず。昔のこと、源氏に滅ぼされた平家の一族平の清盛の弟が新しい土地を求め越後の国で暮らしておったそうな。そこは柏崎の百狩村というところだった。京に残された妻の綾は夫が恋しゅうてならず、一時も早く夫の住む越後に行きたいといつも考えておりましたとさ。長い冬が終わり春になった時、2歳になる小さな子供を連れて夫のもとへ向かったそうな。京からの長い道のりを歩いてやっと越後の国に入り、親知らずの難所へと差し掛かった。その日はあいにくの天気で、風がビューッと音を立てて吹いて、ザブーン。高い波が切り立った岩肌めがけて打ちつけ、波しぶきを上げておったそう。今日は天気もようない。海も荒れておる。子供連れの女の足ではとても無理じゃ。この湾岸礁は渡れまい。明日に死なされ、明日は今日よりもまあええ天気になるじゃろう。土地の年寄りが言うた。綾は、そうですか、とうなずいてみたものの、一時も早く夫のもとへ行きたい、と心に決めておった。旅の男衆は、波と波の合間を見計らって、それ行くぞ、今のうちだ、走れ掛け声とともに必死に走って、次の岩穴へと進むとさ。男の足でも難所を一気に走って渡るのは大変だった。綾の足は震えた。子供を懐に入れ、帯で体にくくりつけ、手を離しちゃいけないよ。しっかり捕まっているんだよ。子供に言い聞かせ、ふーっと深い息をして、波の合間を一目散に走った。綾は男衆の後について、必死に走って、次の岩穴まであと少しというところで、砂に足を取られ、体が前のめりになって、と思うま高い波にザブーンと押し寄せ、子供は返す波の中、あれよあれよという間に波に飲み込まれてしまったそうな。かろうじて助かった綾は、子供を失った深い悲しみに目の前が真っ暗になり、何日も何日も泣き続けたそうな。そして子供のことを思い浮かべながら歌を詠んだとさ。親知らず、子はこの裏の波枕、腰地の磯の泡と消えゆく。親知らず、子はこの裏の波枕、腰地の磯の泡と消えゆく。それからのこと、この土地を親知らず、子知らずと呼ぶようになったと言われています。波間を駆け抜ける親知らずは天下の難所と言われ、たくさんの悲しい出来事を語り伝えているそうな。おしまい。